れがダンプ付き。ダンプ付きですね。うわあすごいな。でもここにあったわけですね。本来はあのリフトダンプが付いたらしいんですよ。へえ。外したっけ、とんでもなくバランス悪くなって、あの、あそうか、ものすごいウエイト乗せてますけど。あ、空っぽだと本当に安定悪いんだ。ものすごい安定しないと思いますよ。そりゃそうだよね。いや、ここまでやるっていうぐらいウエイトついてますからね。すごいな、なんか遺跡のようなバックホーですね、うん。出た、日産リトルジャイアント SBX1。 まだハニックスなる前のモデルですね。色だけはハニックスカラーにはなってるけど。あれ、日産機材のマークってこういうんだ。そうですね、三菱みたいな、三菱じゃない、うん、あれ俺意外と知らないな。だって日産機材、吉岡さんあれじゃないですか、あ、これで2台目じゃないですか、あっちのやつと。このマークでも見た覚えがあったか。あれでもなんかあんまり見た覚えがないな、このマーク。だってほら日産のやつありましたもんね。がまずほら、うん、今まで見た中でこれぐらいじゃないですか。向こうのやつはだってほらプレートのもうどっか行っちゃってるから。そうだ、ないんだ、うん。でほら高橋さんとこのやつはあれもうプレートハニックスに変わってたんじゃなかったかな、あれ。なるほど、日産だったかな、あれ。あ違う、あっちは、あ高橋さんは日産にな、日産は日産じゃないかな、あれも。ちょっと開けさせていただいてもよろしいですか。これバッテリーだ。もともとはレンタル屋さんで使ってたのかな、これも。へえ、レンタルなんだ。整理番号みたいなのついてますもんね。ついてるんで多分そうなのかな。いずれ前の持ち主はそのガードレールなんかの、うん、打ち込みとか施設の専門業者のとこから譲ってもらったっていう話でしたけど。ほんとだ、ものすごいバランス悪い、うん、こんなバックホー見たことない。どうしたのってどうしたのだどうしてこうなったのって。どうしてこうなっちゃったんだろう。トラック部分が、ダンプ部分が残ってたら面白かったな。これリフトダンプキャリアハニックス、これ今でも残ってるんですか。なんだかやっぱたまにヤフオク出たりもしてますし。え、ヤフオクに出てるんだこれ。持ってる人やっぱいますね。市内にも1台くらいいたんじゃないかな、確か。一ノ関にも？ええ。ただダンプ外されちゃって。ああ。やっぱ、使い勝手悪かったんでしょうね、そこの人には。あれこれ、ダンプ側向いちゃうともう、ん？どういうことだ？邪魔だよね、これ。ダンプ側には掘れないんですよね、だから。あらららららら。あくまでも前とか横を掘って、自分で積んで走るっていう、ただそれだけの。これ売れたんですか。あんまり売れなかったと思いますよ。ああ。金額も高かったはずだから。なんで、なんちゃったかな。キャリア付きバックホー。当時、新車価格796万円。定価。これ、800万。
約800万。